プリングカップ3回戦。わー、動いてる。相手は品川区連盟一部の超強豪ジュリアンズプラス。雨の中での試合、勝者はどちらか。本日のスターティングラインナップ。1番センター川田、背番号9。2番ショートバッチ、背番号1。3番サードシンジ、背番号7。4番キャッチャーアツヤ、背番号6。5番セカンド大輔、背番号22。6番レフトマチャ、背番号15。7番ファーストバリー、背番号17。8番ライトユウキ、背番号44。9番ピッチャー順平、背番号18。いざ試合開始。ビクトリアスプリングカップ3回戦となります。相手の先発は右サイドで思いましたけどスライダーが武器。 STBC 先頭バッターは鎌田、先頭出塁になるか。カウンターワンワンとし3球目。ここはまっすぐを逆方向フライとなりますが、これが間に落ちレフト前ヒット。先頭バッターが出塁します。そして続くバッターは先日入団発表したバッチ。カウント 2-2 追い込まれ5球目。うまく拾った打球は強烈なファーストライナー、これは相手のグローブを弾きファーストベースにファーストゴロ。そして鎌田は挟まれタッチアウト、2アウトランナーなしとなります。続く新次はピッチャーガロに打ち取られチェンジとなります。1回の裏 STBC の先発はエース順平。そしてこの打者強豪チームの1番として驚異の粘りを見せます。1球目、2球目、3球目、そして4球連続ファール。その後きっちりとフォアボールを選び出塁します。続くバッターは送りバント、それをしっかり冷静に処理してワンアウト。ピンチの場面で打席には1番の要注意バッター。カウントは 1-2 となり4球目。ここは低めをうまく拾われます。打球はぐんぐん飛んでいき、これは左中間を破る長打コース。この間にセカンドランナーは一気にホームへ、バッターランナーもセカンドへ。強豪相手に先制を許してしまいます。ここでさらに STBC に悲劇が襲いかかります。続くバッター2-2と追い込み5球目。ここはボテボテの当たり、これが1、2塁間バリの元へ。バリはキャッチファーストに送球しますが、ここで送球エラー。この間にランナーがホームイン、さらに点数を奪われます。その後後続を抑えてこの回はチェンジ、取られたら取り返す、1点ずつ返していこうと声をかけました。2回の表敦也が倒れ、続くバッターは大輔。カウントは2-1追い込まれ4球目。ここは来たボールをうまく弾き返し、これはショート強襲ヒット。ワンアウトから大輔が出塁します。そして続くバッターはマチャ。
カウント2-2追い込まれ5球目。ここもインコースをうまく打ち返します。打球はライト方向へ。これがライト線を破る長打コース。ランナーの大輔は一気にホームへ。そしてバッターランナーのマチャも三塁へ。最近打撃好調のマチャ、しっかり腰が回ってインコースに対応できています。マチャのタイムリーで1点を返します。しかしその後バリ、そして勇気が打ち取られ、 STBC は1点でチェンジとなります。2回の裏の順平はランナーを出すも要所を締めて無失点で抑えます。3回表ワンアウトから鎌田が内野安打で出塁。そして続くバッターはバッチ、ワンワンとし3球目。ここは強烈な当たり、ぐんぐんと右中間方向へ伸びていきますが、これを相手チームのセンターがナイスキャッチ、センターフライ。センターのファインプレーで2アウトとなります。そして迎えるバッターは3番シンジ、カウント1-2とし4球目。強烈な当たりはセンター返しでセンター前ヒット。この当たりでファーストランナー鎌田は一気に3塁へ。2アウト1、3塁のチャンスを作ります。そして迎えるバッターは4番厚也、何としても返したいところ。カウントは1ストライクから2球目。詰まった当たりはボテボテの当たり、セカンドがファーストへ送球し3アウトチェンジ。得点で勢いづいた STBC だったのですが、先頭バッターにはデッドボール、そして続くバッターにはセンターオーバーの長打コース。この辺りでファーストランナーが生還、4対1と突き放されます。その後もさらに1点を許し、順平はマウンドを降ります。そして2番手でマウンドに上がったのはバッチ。ランナーは満塁となり、ワンストライクから2球目。これは完全に打ち取った当たりでしたが、セカンド大輔まさかの痛恨のエラー。この当たりでランナーが生還、8対1となります。その後後続を抑えるも点差を離されチェンジとなります。6回裏 STBC は投手を交代。この投手が STBC に勢いを与えます。まずは先頭バッターワンストライクからセカンドゴロでワンアウト。そして続くバッター、ここは空振り三振。そして3人目は見逃し三振、インコースにズバッと決めたナイスボール、完璧な投球を見せます。迎えた最終回、 STBC は意地を見せれるか。まずは先頭バッター勇気、カウントはワンストライクとし2球目。完璧に捉えた当たりは三遊間、これがショート内野安打となります。そして続くバッター順平、ここは進塁打で勇気を進めます。そして続くバッターは1番鎌田、カウンターをワンワンとし3球目。ここは綺麗な流し打ち、これがレフト前ヒット。この辺りで三塁ランナーが生還。このバッティング、まさしく左バッターのお手本のような流し打ち、完璧なバッティングでした。この鎌田のタイムリーで1点を返します。そして続くバッターは2番バッチ、カウントワンワンから3球目。ここは叩いたゴロ、これはセカンドで鎌田がアウト。
ファーストはセーフ、セカンドゴロ。ツーアウト追い込まれた場面、ここでバッターボックスには3番シンジ。カウントは2ワンと追い込まれ4球目でした。お手本のような右打者の流し打ち。この強烈な当たりはライトへ、さらにバウンドが跳ね長打コースとなります。この辺りでバッチがホームイン、そして打った新次も三塁を回りホームイン。新次生還ランニングホームラン、2点を返し8対4とします。そして迎えるバッターは4番厚也。カウントワンワンとし3球目、ここで1本出せるのか。打った打球はもてもての当たり、これがセカンド正面、ファーストへ送球し試合終了。試合は8対4でチューヤンズの勝利となりました。スプリングカップはベスト16で敗れました。1回戦からいい勝ち方で勝ってきたのでとても悔しいです。またすぐに大会が始まります。ミストを最小限に抑え、 STBC 本来の野球をこれから見せていきます。応援よろしくお願いします。チャンネル登録・高評価・通知登録よろしくお願いします。